ブチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。田んぼが広がってるけど、ここはどこかしら。岐阜県海津市の平田地区、見ての通り田舎の景色なのだ。今から JA 西見の海津北支店のすぐ横にあるコイン精米に行くのだ。出たわね、コイン精米。あの辺にあるよ。じゃあパパッと出発なのだ。今回は遺跡のコイン精米。あれ、中に入らないの？まずは米ぬかが出てくる場所をチェックしてみよっか。そっか、別の場所に出てくるんだったわね。ちょっと失礼しますね。ここは綺麗に管理されてるね。上のパイプが精米機とつながってるんだ。この扉はメンテナンスする場所かな。外観は綺麗なのだ。前のコイン精米は張り紙がたくさんあったけど、ここはすっきりしてるわね。お米の投入口に張り紙がしてあるね。なんだろう。こちら側に米袋を傾けると故障します。もたれかけさせないでください。前に来た時はこんなの貼ってなかったんだよね。誰か壊したのかな。室内はこんな感じ。すっきりしてるわね。今日はまだ使った人がいないのかな。床が綺麗なのだ。液晶画面がついてるので、だいたい7キロ100円って感じだね。今回は15キロ持ってきたから200円なのだ。お金を入れたらすごい音がしたんだけど。機械が動き出した音かな。ほら、シャッターが上がっていくよ。間違って大きなものが入らないように網が張ってあるわね。じゃあ玄米を入れるね。これが玄米なのだ。今日は8分好きで精米していくよ。米ぬかを8割削るって意味ね。よくわからない絵が表示されるのだ。癖があるわね。今のうちにお米が出てくるところに袋をセットしておこう。もた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 。片手でセットするのは難しいね。だいたい90秒くらいで精米されたお米が出てくるよ。上からささって出てきたわ。前に紹介した時のコメントで、ほんのり温かいんだよねってのがあったけど、そうなんだよね、温かいのだ。そろそろ玄米が全部入る頃だね。網に少し残ってるわよ。大丈夫だよ、ちょっと見てて。網が跳ねたわね。また跳ねた。精米中ってやることがないから、謎のアニメーションを見て時間を過ごすのだ。どれだけ精米したかわかるんだ。あると時間の把握ができていいね。あと1分で終わるって出てきたけど、この女の子は誰かしら。遺跡のマスコットキャラクター、サナエちゃんなのだ。目力がすごい。田植え機の名前がサナエだから、そこから来てるみたいだね。公式 X があるんだけど、語尾に苗ってつけるスタイルみたい。稲の苗から来てるのかしら。終了近くになると教えてくれるんだ。遺跡の精米機は待ち時間のストレスを軽減させる工夫をしてるね。精米したお米が残ってないか確認したら終わりなのだ。メーカーが違っても大まかな仕組みは同じなのね。今日の動画は以上になるのだ。挨拶をして終わりましょうか。
それでは皆さん、ごきげんよう。